この動画は乙女あゆいに英訳されています。モダン転載は禁止です。さすがにファントムどもも手強くなってきやがった。どうした、さっきから黙り込んで。まさかへそを曲げたのか。そういうわけでは。ああ、そう無理するな。ショックだったろう。何せ図星をつかれちまったわけだからな。かわいそうに。心中お察しするぜ。あんたに俺の何がわかるって言うんだ。俺がこれまでどんな思いで過ごしてきたか、どんな苦渋を味わってきたか、わかるわけがない。誰にも、あんたと俺は違う。誰にも理解されないって、そうやって拗ねて、いじけて、言い訳し続けるのか。お前の事情は多少知ってる。どうせ自分はカリムのせいで評価されてないって思ってるんだろ。この俺が副寮長で、あのカリムが寮長、その結果が全部証明してる。ああ、今はそうだな。あいつは魔法も頭脳も出来が悪い。お前とは比べるまでもない。だけどあいつにはお前にない求心力がある。求心力？あんなのただお人よしなだけじゃないですか。それじゃあ利用されてつけ込まれるだけだ。誰が人柄の話をした。いいか、最高の求心力っていうのは金だ。金？確かにアジーム家が絶大な富と力を所有しているのは認めますが、金は魔法より確かで不確定要素が少ない強力なパワーだ。それに関しちゃ俺よりもお前の方が身に染みて分かってんじゃねえのか。それは。そしてカリムは今その莫大な力を使いこなすための勉強の最中だろう。使いこなす。監督生にも、ここに住んでるゴーストたちにも、合宿中には世話になった。何より俺がオンボロ寮での合宿すっげー楽しかったんだ。だから感謝の気持ちを込めてオンボロ寮をきれいにしたい。俺がもらったギャラなんだ。使い道は自由だろ。ノアドゥール、君は本当に黄金の名にふさわしい心の持ち主だね。後先考えずに行動する奴は愚かだ。だが後先ばかり考える奴はもっと愚かだ。カリムのように直感で飛び出していく奴はどう化けるかわからねえぞ。良くも悪くもな。飛びかかるタイミングを計りすぎて獲物を逃した時にする言い訳ほど無様なものはないぜ。俺は、お悩み相談室は後回しだ。構えろ。ジャミ、今の位置取りは悪くなかったぜ。せいぜい俺の後ろで震えてろ。お前にはそれがお似合いなんだよ。俺はレオナ先輩の足手まといですか。だとしたら俺はここで離脱します。お荷物になるくらいならその方がいい。なんでそうなる。どうしてお前はそう極端なんだ。狭い世界で生きてきたせいか、もっと頭を使え。自分の実力を正しく認めて、その上でどうすればいいか考えろ。いいか、例えばお前と同じ2年のラギーは魔力自体は全然大したことはない。ちんけなもんだ。だがあいつはそれを自覚してる。だから俺に媚びて俺を利用する。それは恥でも悪いことでもない。ラギーの息汚さは力だ。ジャックもそうだ。あいつは気取ったところもあるが、今はまだ自分がボスの器じゃないと分かってる。だから必要な時には必ずボスの指示を仰ぐ。素直で可愛げがあるじゃねえか。でお前は、お前は一人で何でもやれるのか。一体どれだけ自分に自信があるんだよ。それだけの努力をしたのか。言っておくが、俺はまだ本気出してないだけ。なんて理屈は
もう通じねえぞ。自分でそうじゃない道を選んだんだろうが。なのにいつまで言い訳し続けるつもりだ。拗ねるのも諦めるのも一度本気で足掻いてからにしろよ。まるで経験があるように語るんですね。俺はずっとカリムが自分より上に立っていることが許せなかった。いや、カリムだけじゃない、他の全員だ。実力を発揮して評価されていく奴らを横目に、俺は頑張っても無駄なのにって。必要以上の努力なんてするだけ無駄だ。どうせ日の目を浴びることはない。ずっとそう思ってた俺は。いかにも悩んでますって顔しやがって。まあ、よーく考えることだな。お前は俺とは違うんだから。次の収容所が見えてきたな。地図によればこれが最後のはずだ。強いファントムが収容されているのは間違いない。しっかり気持ちを切り替えろ。はい。あ、真っ暗で何も見えねえ。一体どうしたんだ。すぐに明かりを。はっ。な、これはケージが粉々になってやがる。それも一つや二つじゃねえな。これもオルトの仕業。でもどうして。いや、待てよ。ケージのかけらに氷の粒がついてます。氷？さっきのタイタンの仕業か。あれで終わりとは随分拍子抜けだと思っていたが、面白いじゃねえか。落ちた時の衝撃のせいか、ただ腹が立って暴れたのか。とにかくあたりがめちゃくちゃだ。出口がひしゃげて開いたまま凍りついている。どうしますか。このまま収容所を抜けるという手もありますが。今はタイタンの気配に怯えてるが、しばらくすればケージから放たれたファントムたちが動き出すはずだ。タルタロスは一本道。気づけばタイタンとファントムに挟み撃ちされる。なんざ想像したくもねえ。安全に進むために扉を閉めるぞ。ここは収容所。どこかに必ず緊急事態用の施錠装置があるはずだ。施錠装置？地図に確か、ああ書いてあります。緊急時に備え遠隔で扉を施錠するキーを B113 の箱に。え、施錠用のキーがない。何？箱にブロットの痕跡がある。ケージから放たれたファントムの仕業だな。知恵が回るじゃねえか。俺たちがここを去った後、収容所を出て自由になるつもりらしい。きっとどこかのケージに逃げ込んでいるはずだ。探しましょう。静かだな。ケージの中から音はしないが。あれは清浄機。当たりだな。キーを手に入れるぞ。チョコマカと逃げ回ってんじゃねえよ。悪く思うなよ。俺たちも命がかかってる。やっぱりレオナ先輩の魔法はすごい。威力があるし無駄もない。俺はこんな人を守ってやろうなんて考えてたのか。おい、ぼーっとしてんじゃねえ。気持ちを切り替えろって言っただろ。あ、正常期はありました。やっぱりさっきのファントムが持っていたようです。これでこの収容所を封鎖できる。他のファントムたちが目覚める前に外に出ましょう。ああ、落ちたタイタンは地上を目指しているはず。
遅かれ早かれ鉢合わせる。これまでのお遊びとはわけが違う。覚悟しろ。はい。チャンネルの登録忘れないでね。